あの HTC から出た 5G スマホです。皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。今日は HTC の U25G を紹介したいと思います。この U25G、買うかどうか非常に悩んだんですよね。私の住んでいる香港で定価が3998香港ドル、約5万3000円です。12月に発売になった時にすぐスマートフォンの量販店のウィルソンに行って実機を触ったんですけども、思ったよりですね、質感がという感じなのと、まあ、スペックですね、カメラ4800万画素、まあ、スナップドラゴン 765G はまあミッドハイレンジの標準とはいえちょっと高いなと思ってしまったんですね。でもこの先 HTC からスマートフォン出るのかなっていう心配もなきにしもあらずですよね。ただやっぱり古くからのスマートフォンマニアとしては HTC のスマートフォンっていうのはグッとくるものがありますよね。そうやって悩んでいたらたまたまですね、中古屋さんでほぼ新品同様ですね。まあ傷もないから新品でしょうね。ただ箱とかはないんですけども、香港ドル1000ドル引きですね。2980だったかな。だったので、まあ、思い出の気持ちも込めて買ってみました。ということで、まあ、ぶっちゃけ最初に触った感想からいくと、なかなか頑張ってほしいなという気がしました。ということで実際に端末を見てみましょう。それでは HTC U25G 触ってみましょう。ディスプレイのサイズが 6.8 インチの 2400×1080 ピクセル、20対9ですね。チップセットはスナップドラゴンの 765G、 メモリ構成はこちらは 8GB プラス 256GB なんですけども、6GB バージョンもあるそうです。フロントカメラはパンチホールで3200万画素を搭載しています。バッテリーは 5000mAh です。カメラを見ると4つありますね。4800万画素の広角、800万画素の超広角、200万画素のマクロ、200万画素の深度測定用となっています。さあ、この外観のファーストインプレッションなんですけども、まあディスプレイ、フラットで、まあ最近は角を曲げた H 系のものが多い中で、使いやすさという点では悪くないと思いますね。背面見ますと、これはね、本当に非常に好みが分かれるところかもしれません。渋いとしか言いようがない気がしてしまうんですよね。落ち着いたとか高級感より渋さでしょうか。ディープグリーンというんですかね。うっすらとここにね、ラインが入っているような仕上げになっているんです。そこにこの200万画素の次のカメラの部分を、このカッパー系、茶色系というか、で覆っているんですよね、枠で。これデザイア20 Pro は黄色だった気がするんですよ。だからデザイアの方は若い人をターゲットにしてて、この U25G はより上の層をターゲットにしているということなんでしょうかね。なかなかね、またこの黒がいい感じなんですけども、このダーク、ディープグリーン、黒、カッパーってんですかね。この組み合わせ、他にないという点では HTC のやり方は正しいんでしょうけども、なんとも言いにくいですよね。かっこいいとか上品とかまたちょっと違う世界に行ってしまっているような気がします。まあ渋いと一言で言うのが一番いいのかなというのが私の第一印象でした。そして側面見ますと、やはり電源ボタンが同じこの銅色カッパ色というかですよね。しかも斜めにラインが入っていたあたりもまたなんか渋さを感じてしまうんですね。どうしたんでしょう HTC という感じです。上側は、何もない、マイクなのがあるからぐらい、左側は、SIM スロット、あとは Type-C 端子が下にあるという感じですね。SIM スロットの方は、まあ、標準的なデュアル SIM で、マイクロ SD とセカンド SIM が配達用という仕上がりですね。
まあ、最近はそこにあるのが多いんですけども、側面に SIM スロットがあります。そして U25G はその名の通り 5G 対応してますね、しっかりと。ただ対応バンドが N1、N3、N28、N41、N78 ということで、例えば N79 がなかったりするので、ちょっと物足りない部分あるかなという気がします。まあまだ 5G のエリアが広くないことを考えると、これで十分という判断だったのかもしれませんね。プリインストールアプリは、まあそんなに大したもの入ってませんね。まあスピードテストとかは自分で入れましたけども、HTC のドクター A クラウドっていうアプリが入っているぐらいで、他は本当にもう標準そのものという感じですね。あとは、クイック設定あたりは、まあ標準的ですよね。設定の方を見ますと、まあとにかく、特徴はあまりないんですよね。特にこれだという機能は載っていない気がします。スペックの方はギークベンチを走らせましょう。シングルコアで607、マルチコアで1827という結果でした。あとはカメラでしょうか。カメラの UI が、まあ特徴というか、使いやすさと使いにくさがちょっと混在してる面白い UI になってます。まあ一番左にビデオが来てる。これはいいと思うんですよね。ビデオよく撮る人最近増えてますから。で、写真なんですが、倍率タップすると1倍から、まあデジタルの8倍になってるんですよ。あれ、超広角どこ行ったのかなって思っちゃいますよね、これだと。で、この写真の隣に4800万画素の高画質カメラの切り替えがあって、ポートレートモード、ナイトモードがあった、その横にウルトラワイドがあるわけなんですよ。これやっぱり写真撮ってて風景とか撮るときにすぐワイドにしたいものじゃないですか。ところがこっちからワイドに行けないんですよ。しかも隣にワイドがないってあたりが、ここがねちょっとどういう設計なのかなって悩んでしまうところです。あとはマクロ、まあ、このあたりマクロとか4800万画素の切り替えを、まあ、その他に入れてしまうカメラもあるんですけども、そこからするとうまくできてるんですよね、その他がないので。ただちょっとこのウルトラワイドが離れてるのだけが下せないなと思いました。最初僕はカメラ使ってて、あれどうやって呼び出すのウルトラワイドって思ってしまったぐらいですから、これ本当に初めて買った人ってウルトラワイドをずっと使わないまま終わってしまう可能性もなきにしもあらずかもしれないと思ってしまいました。カメラ系の設定も非常にシンプルで、あまり細かい設定項目ありませんね。ビデオの方も画質変えるぐらいなのかな。ある意味使いやすいといえば使いやすいんですけども、もうちょっと何か欲しいかなという気がするのは欲張りでしょうか。そしてこちらがフロントですね。3200万画素と写真を切り替える、フロントもあれですね、画質の切り替えがあるんですね。カメラに関してはあまり触ってないという感じでしょうかね。ではカメラの作例です。ちょっと光の加減があんまり良くないんですけども、街中でさっくり撮ってみました。まあ、まずは標準で1枚。こちらがウルトラワイドですけども、モードを変えないとワイドにならないのがちょっと不便な気がやっぱりどうしてもしてしまいますね。こちらは2倍。1倍から8倍の間は手動で変えるので、これマックスの8倍ですけども、2倍、3倍とか、ピタリ止めれないのはちょっと不便かなという気がします。夜に写真を撮ってみました。こちらは普通の標準で撮っています。ナイトモードです。ノイズ多いですけど、まあ明るく映っていますよね。夜景を明るめに映したいなら、まあ使えるんじゃないでしょうか。そして、牛丼をマクロで撮りました。色味はさておき4センチぐらいまで寄ることができます。カメラに関して言えば
ごくごく普通という評価でしょうかね。 HTC U25G 触ってみましたけども、どうしてもね、やはり特徴に欠けてしまうんですよね。価格も台湾では出た時が 18,990 台湾ドルで7万円近くしたんですよ。これが9月、香港で12月に出た時が冒頭に言いましたように約5万円ちょっとですね。一方比較してみるとシャオミの Mi 10 Lite 5G が比較的スペックが似てると思うんですね。ディスプレイは 6.57 インチで U25G より若干小さめ、フロントカメラも1600万画素、半分ですね。あとバッテリーも 4160mAh なので U25G の 5000mAh よりは少なくなっています。とはいえ同じメモリ構成、メモリ 8GB、 ストレージ 256GB で比べると、香港の価格ですけども Mi 10 Lite 5G が2999香港ドルなので約4万円なんですよね。だからカメラとバッテリーサイズ、まあ、ディスプレイサイズで1万3000高くなってるかもしれないんですけども、この価格だったらやっぱり6400万画素のカメラ載せてほしかったなという気もするんですよね。例えばディスプレイを小さくしてもいいから。なのでなかなかこれ競争力という点で結構厳しいような気がします。質感がね、またちょっと悪いとは言わないんですけども、もうちょっと頑張ってほしかった気はしますね。なので HTC ファン、HTC マニア、HTC 好きな人には勧めたいと思いつつも、ちょっと値段が若干割高かなと感じないところもないでもありません。ただこうやって 5G のスマートフォンを出してくれたので、もうちょっと頑張っていいものを出してほしいなという気がします。そんな期待を込めて U25G、 まずはよくやったと、HTC 頑張ったなと、そこを評価するものかなという気がしました。日本ではね、まあこれ出てくることはないと思うんですけども、次にいいもの出てきたらぜひ出してほしいなと思います。ということで以上 HTC U25G の紹介でした。では失礼します。さようなら。